少子高齢化、人口減少、人生100年時代の到来。近年、私たちを取り巻く社会環境は大きく変化し、今まで通りの仕組みでは対応できなくなってきています。コークゼミ通信では、多可町の地域共生社会に向けた取り組みについて紹介します。広報10月号とともに配布されたこちらのチラシ。これは生活支援ボランティア募集のお知らせです。地域には困りごとを抱えて手助けしてほしいと思っているお年寄りや障害がある人がたくさんいます。困っている人が助けてと声を上げ、周りにいる人が助けるよと行動できる街を目指して、地域共生推進協議会がメンバーを募集し、困りごとに対応するグループを立ち上げます。大事なことだと思うけど、なかなか一歩が踏み出せない。そんなあなたのために作成された絵本、一隅。今回のコークゼミ通信は、その内容を紹介します。一隅。航空写真を頼りに山中にポツンと見える一軒家を探すテレビ番組が人気です。里から遠く離れた一軒家にはそれぞれにドラマがあるようです。里の集落を見渡すとき SOS を発せない要援護者の家はありませんか？家は寄り添っていますが目には見えないポツンと一軒家があるかもしれません。SOS の言える要援護者は 5%、 95% は言えないという調査結果があります。近所にいる SOS が言えない人の困りごとに気づいているでしょうか？地域での互助活動の NPO 法人を立ち上げて真なしに、一人住まいのばあさんが病院への送迎を願って入会されました。ケアマネさんの紹介です。一人では普通に歩けない介助が必要な人でした。初めてのケースに戸惑いながら数人が交代で送迎ボランティアを始めました。ええことやけど万が一を考えたらやっぱりできない、多くの人から聞きました。高いハードルですがその一歩を踏み出すことにしました。冬のある日のばあさんの送迎、朝7時30分に医院前です。診察順の受付開始を車の中で待ちます。9時の開院に間に合うように迎えに行きます。10時30分前後に医院からお迎えお願いしますとの連絡です。嬉しい、ほんまに嬉しいわ。病院と週2回のデイサービス以外は外に出ないばあさんです。春、病院だけでなくお花見ドライブに誘いました。綺麗な桜も一生懸命に咲いとる、夢見心地や。今夜は夢を見そうやわ。みんなの善意を集めて仕組みにすることで助けてと言いやすい環境が作れたら、目には見えないポツンと一軒家をなくすことができるかもしれません。個別会議を開きましょう。個別会議って、支援が必要な人、心配な人がいるときは関係者、区長、民生委員、林保庁、親族、ご近所さん、ボランティア、ケアマネなどが集まって話し合いをしましょう。何に困っているんやろ、どんな支援が必要かな、私たちで支援できることは何かな、その人が
地域で安心して暮らしていける方法をみんなで話し合うのが個別会議です。これからは地域での互助活動が大切。行政サービスではカバーしきれない部分を地域の人ができる範囲で手助けするのが地域での互助活動です。ゴミ出しだったらできるよ、1日1回様子を見に行くわ、仕事に行くついでに病院まで送っていけるよなど、みんなが少しずつ分担しながら手助けができたらいいですね。今回紹介した一宮は高町図書館、上八千代図書室でも借りることができます。皆さんぜひ借りてくださいね。 NPO 法人ジーバやチョイボラグループ八千代を助け隊など、すでに活動を始めている人もいます。高齢になっても住みよい町を目指して、やってみたいけれど仲間がいない、どうやって始めればいいかわからないという方、ぜひ勇気を出して一歩を踏み出してください。ご応募お待ちしています。